よう、マミア、久しぶり。元気だったか？自分が犯した罪に決着をつけるため、私は同窓会に参加した。大垣とうまくやってるか？どうしよう。おっと、結婚したからお前も大垣か。はい。あの頃のこと、謝ってもらいたくて来たのに。夫がよろしく言ってました。連れてくればよかったじゃないか。担任じゃない俺も誘われたしな。先生は人気ありましたから。いざ目の前にすると思うように声が出ない。会いたかったぞ。お前らよく懐いてたもんな。特にお前、お前にはいろんなことを教え込んだよな。やめてください。昔のことです。よく吸収するいい生徒だったぞ。なのに突然俺の前から姿を消した。体がうずくのが怖かったか？